ここはハードオフ平塚四宮店だよ。三角の屋根が特徴的だぜ。これはまるでピラミッドみたいだね。これはまるでとんがりコーンみたいだね。それじゃあ早速店内に入るよ。それじゃあジャンクコーナーを見ていくぜ。ジャンクパソコンが大量に並んでいるね。ノートパソコンも大量にあるよ。一番上の棚にも大量にあるね。右の2個は抜け殻だぜ。ひびが入っていて気持ち悪いね。これは中身も入ったパソコンだね。コア2クアッドで7150円もするね。一応起動はするがパーツ扱いだぜ。隣のやつは4400円だね。さっきのやつよりこっちの方がいいんじゃない？こっちの方が年式が新しいね。これは価格控えめな方だぜ。隣のやつは売り2つだね。値段は2200円だね。形はよく似ているけどこっちの方が古いね。トレイが勝手に開くことがあるぜ。これじゃあまるで昔のトイレだね。閉めたつもりでもスーッと開くことがあるもんね。これは6050円もするね。こんなのが6050円もするのかよ。インテルで言うと初代コア i3 くらいの速度じゃない？隣のやつはすごくかっこいいね。値段は1650円だね。かっこいいのは外壁だけで中身はかっこよくないぜ。それで1650円なんだね。隣のやつは扉がついていてかっこいいよ。値段はなんと1万1000円もするね。これは CPU がついてないんじゃないのか？内部のマザーボードも動作にチェックだよ。650W の電源がついているね。隣のやつは1100円だね。これは完全なるベアボーンだぜ。マザーボードの詳細も何も書いてないね。隣のやつは3300円だね。これは面白そうな自作 PC だね。3300円なら誰か優しい人が買っていくんじゃないのか？フロッピードライブもついているね。これはとっても便利な一台だね。古いゲームをやるのに便利だね。こいつはなんとハードオフにしては珍しい見切り販売だぜ。3割引きだから4620円だね。こんなの半額でも誰もいらないんじゃない？9割引きにすれば誰か優しい人が買うかもね。こいつも6600円だぜ。これも値引きシールがないとここに残りそうだね。これが6600円じゃ誰もいらないよね。そもそも動作が相当重たいんじゃない？これも6600円だぜ。さっきの6600円よりもずっといいね。これを SSD にしても相当重たいけどね。これは6050円だね。これはセレロンとしか書いてないじゃないか。クロックが 1.8GHz じゃ重たそうだね。セレロンじゃかなり遅いのは予想がつくけどね。ノートパソコンは多くが OS 入りだね。これはなんと1万1000円もするぜ。これは2コア2スレッドだね。これはインテルでいうアトムみたいな存在だね。2013年モデルだね。これが1万1000円じゃずっと残りそうだぜ。これはなんと8800円もするね。これはセレロン 1005M だから第3世代 CPU だね。さっきのやつよりはずっと早いんじゃない？さっきのやつと比べるとかわいそうだぜ。これも5500円だよ。これもさっきのやつと同じ CPU じゃない？これは OS が入ってないから価格控えめなんだね。OS のインストールは実に手間のかかる作業なんだぜ。奥にあるやつも5500円だね。これは通電確認のみだね。詳しいことが何も書いてないね。ベアボーンじゃないのか？こっちには可愛らしいピンクのノートパソコンがあるね。値段は1万1000円の3割引きだね。バッテリー不要、立ち上がり遅いです。こんなスペックじゃ遅くて当然だぜ。3割引きにしても誰もいらないんじゃない？半額でも誰もいらないんじゃない？外観は可愛いのに中身は残念だね。奥にあるやつは6600円だぜ。このパソコンはデルなのに奥に引っ込んでるね。こんな値段じゃ出たくても出られないんじゃない？一番上の棚には抜け殻がたくさんあるね。穴だらけの抜け殻が多いぜ。この抜け殻は3300円もするね。材質が割と良さそうだね。隣のやつは2750円だね。こんなでっかいやつを一番上に乗せるのは大変だぜ。ここに中身の入った抜け殻があるよ。
通電確認のみで詳細は何も書いてないね。隣に小さいやつがあるね。これは CPU がついているぜ。中身が入っていてもまともに動かないやつばかりだね。中身は抜け殻のおまけみたいな存在じゃない？抜け殻の中身を抜くのが面倒だからこのまま売っているんだね。こいつは中身がしっかりと詰まっているぜ。隣のやつはすっごく大きいね。これを棚の上に乗せるのは相当骨が折れたんじゃない？体の大きい店員さんじゃないと無理だよね。小柄な人がこれを下に下ろすと戻せなくなるぜ。戻せなくなったところを買ってもらうのが狙いじゃない？あまりにも売れなくて半額にしてあるね。こっちの棚にもノートパソコンがあるよ。こいつは13,200円だぜ。これは SSD が入っているね。ライセンス認証されてないね。隣にはレッツノートがあるよ。値段はなんと16,500円もするぜ。これは言うだからさっきのやつより遅いかもね。イオンがするのはファンの滑りが悪いのかな。イオンがなければ中古品として売られていたかもね。隣にもレッツノートがあるぜ。値段は4400円もするね。さっきのと形がよく似ているね。これはパソコン本体よりも AC アダプターの方が価値があるかもね。レッツノートの AC アダプターはなかなか見かけないんだぜ。これは13,200円だね。これはわけのわからない CPU だね。セレロン 007U なんてとってもおかしいね。おかしかったら笑えばいいじゃないか。これは16,500円のみ割引だよ。これはちょっといい CPU だね。光漏れしてる？おしっこを漏らすよりマシだぜ。奥に面白そうなノートパソコンがあるね。値段は4400円だね。ロゴがループしてバイオスが起動しないよ。第4世代のコア i7 のシールが貼ってあるぜ。これはもしかしたらお買い得じゃない？ついている CPU にもよるね。それじゃあ型番で調べてみるよ。ダイナブックの R734 だぜ。型番通りならコア i7-4810M級がついているよ。それじゃあこれは買っていくよ。 CPU だけでも元が取れちゃいそうだね。こいつは5500円だぜ。これは買ってすぐ使えるようになっているね。これなら誰か優しい人が買っていきそうだね。これは10,000円から3割引きだね。これはそのうち半額になるんじゃないか？値引き前の価格を堂々と見せても誰もいらないよね。棚の上には一体型のパソコンがずらりと並んでいるね。醜い位置に値札がついているね。こいつは6600円もするぜ。これは Windows 7が入っているね。Windows 7を入れて差別化しているのかな？隣のやつも6600円だね。これは Windows 8が入っているぜ。年式古いためジャンク？この年式なら普通に中古として売られているのにね。これは2200円だね。これは Windows Vista が入っているぜ。ソニーの一体型はいいスピーカーを使っているね。隣のやつはなんと8800円もするね。これは第一世代コア i5 なのに8800円もするね。ブルーレイドライブが高いからなんじゃないのか？ソニーのやつはスピーカーも高そうだね。これは4400円だね。これはあまり見かけないペンティアムだね。第二世代のペンティアムだぜ。ラムを後で増設した痕跡があるね。パソコンも延命に延命を重ねた努力が見えるね。みんな仕様に耐えられなくなってここに捨てるんだよね。この先はみんなモニターだぜ。みんな欲しがらない真四角のモニターだね。こっちにはラジカセがたくさんあるね。多くはテープが回らなくなっているよね。ラジオを聞いている人はどれだけいるのかな？車の中で聞くくらいじゃない？これは1650円もするね。ラジオ聞けませんで1650円だね。ここに見るからにオンボロなラジカセがあるぜ。カセットもラジオも動かないのに1650円もするね。ここに持ち込まれてから落下させたのかな？これはなんと5500円もするよ。これはラジオもカセットも動作するから高いぜ。カセットもそのうちゴムがダメになるんじゃない？動作する個体もいずれ修理が必要になってくるかもね。これは三用のラジカセだね。これは外観が綺麗だぜ。前の持ち主が大切に保管していたんだね。
こっちにすごく面白いものがあるよ。値段は3080円だね。これはさすがに動作確認する環境がなさそうだぜ。これは新品で買うととっても高そうだね。廃業した漁師さんが持ち込んだのかな。こっちにも面白そうなやつがあるよ。これは電子はかりだぜ。値段は9900円もするね。魚の重さを測っていたのかな。人間の体重も測れそうだね。これも新品で買ったら相当高そうだぜ。いかにも業務用って感じがするね。これはレトロなパソコンかな。パソコンじゃなくてワープロだね。こんな古いやつでも文字入力ができるのか。これは5インチのフロッピーのドライブかな。イジェクトボタンが取れているね。ハードディスク付きのワープロなんてすごいね。当時の新品価格はかなり高かったんじゃないか。これはキャノンのワープロなんだね。パソコンかおまけのワープロだね。1100円なら誰かレトロが好きな人が買っていくんじゃない。そして置き場所に困ったらまた捨てられる運命だぜ。こっちにはノート型のワープロがあるね。価格はかなり抑えられているね。こういうレトロ商品を高く売るお店もあるよね。誰も買っていかないから不良在庫になっているぜ。こっちにはラップのかかったタイプライターがあるね。ラップが破れちゃっているね。高すぎて誰も買っていかないんじゃない。1万、1000円もするぜ。印刷ができなくて1万、1000円もするんだね。インクが乾いているんじゃない。それじゃあ今度は青箱を見ていくよ。ここに CPU クーラーが入っているぜ。丸いやつはバックプレートがあれば使えそうだね。隣の箱は CPU が入っているよ。ノート PC 用が多いね。デスクトップ用のもあるぜ。ペンティアム D が550円だね。これはいくらなのかわからないね。誰かが破っちゃったのかな。型番が見えないから破いちゃったんじゃないのか。こういう時お店の人に言わないとね。これはもう忘れられている存在なんじゃない。レジに持って行ったらいくらになるのかな。適当な値段を提示されるんじゃないのか。ノート用の CPU は型番がわかりにくいね。ソケットを間違えたらピンも折っちゃうよね。こっちにはハードディスクがあるね。ハードディスク専用の青箱も珍しいぜ。これは SATA 接続だね。値段は880円だね。容量は 320GB だね。こいつは550円だぜ。 60GB が550円だね。こっちにはメモリーが大量にあるね。メモリーがバラバラに入っているね。値札のついたメモリーもあるぜ。かなりの長期在庫のようだね。これだけ在庫を貯めるのが大変だったんじゃない。この先も売れなくてどんどん増えていくかもね。こっちにはマザーボードがあるぜ。これはなかなかいいマザーボードなんじゃない。 H170 だから割といいやつだね。どうせ壊れているんじゃない。綺麗なバラにはトゲがあるんだぜ。これは誰かチャレンジャーが買っていくかもね。マザーボードの下には古いケーブルがたくさんあるよ。これは変換コネクターだね。 VGA の変換コネクターだぜ。 PC98 と接続するときに使うやつだね。これは VGA と DVI を変換するやつだね。 DVI のケーブルはゴロゴロしているからほとんど需要がないね。これはスカジーのターミネーターだぜ。これは探している人にとってはお宝だね。ハードオフじゃないと手に入らないようなものがたくさんあるね。こっちにはグラボがたくさんあるね。随分と長いことこの箱の中で眠っているようだぜ。袋がかなりくたびれているね。ちゃんと映るグラボがあるのかな。こっちにマザーボードが大量にあるよ。深い青箱にびっしりと入っているぜ。この水色のマザーボードはASUSだね。これは1320円だね。値札が絶妙な位置にあるね。この水色のマザーボードは涼しそうな感じがするぜ。これはまるで青空みたいだね。冬になると見ているだけで寒そうだね。これは2200円だね。こいつは LGA1156 だぜ。動くかわからないようなマザーボードが2200円じゃ高いね。こっちにはキーボードがあるね。 PS2 端子のキーボードだね。値段はちょっと高めの220円だぜ。こっちには DVI ケーブルがあるね。値段はちょっと高めの220円だね。
カバーがついているものもあるね。こっちにはマウスがあるぜ。ここに古いマウスがあるよ。これは珍しいボールのマウスだね。ボールのマウスはもう骨董品だね。それじゃあ今度はガラスケースを見ていくぜ。トランシーバーが2台あるよ。これは特定ショル電力無線だね。免許不要で近距離しか飛ばない無線機だね。しかし通話料は無料なんだぜ。一斉に送信できるところがいいよね。こっちには真空管があるね。一つの値段って書いてあるね。全部で550円だったらすぐなくなっているぜ。ここに MacBook があるよ。33,000円も3割引きだね。どうせなら半額くらいにしてくれればいいのにね。半額シールを貼るときには元値が高くなってると思うぜ。こっちにはグラボがあるね。GTX1080 がジャンクで38,500円もするね。これは壊れている可能性が高いね。動作すれば中古でもっと高く売られているぜ。こっちにはゲームがあるね。これは電車のコントローラーだね。これは風情のあるコントローラーだね。大東ということは電車で号のようだぜ。四畳編のコントローラーかな。こっちにはゲームボーイがあるね。ゲームボーイが随分と高くなったね。携帯型のゲームは気軽だから人気があるんだぜ。それじゃあ今度はゲームを見ていくよ。手の届かない場所にまでゲーム機があるね。ここに MSX があるよ。これは真っ赤っかな MSX だぜ。 MSX はパソコンなんだよ。値段は11,000円もするね。動作確認環境があるのはすごいね。テレビに接続するから簡単なんだぜ。 MSX はファミコンみたいなカセットで遊ぶんだよ。このブロック寿司は3300円だね。説明書までついているね。残念だが動作未チェックだぜ。 AC アダプターがなくて動作未チェックなんだね。ファミコンよりもアダプターじゃあ動かないのかな。奥にあるファミコンは飾りかな。手の届かない場所にあるぜ。正直に動作状況が書いてあるね。これを買うときは脚立が必要だね。青箱に DS があるよ。これは3850円だぜ。こっちの白いやつは1980円だね。携帯型のゲーム機は気軽にできるところが嬉しいね。これはデコレーションされているね。思い出の詰まったゲーム機もいずれ捨てられる運命なんだぜ。これは壊れたから捨てられたのかな。こっちにはファミコンのカセットがあるね。青箱にあるやつは野球とかゴルフが多いね。神奈川のハードオフは人気のないソフトばかりが青箱にあるぜ。売れそうなソフトはみんな中古のところにあるね。これは何かをこぼしたのかな。面白そうなやつも青箱に入っているよ。見た目は面白そうだがこれは麻雀のようだぜ。いやらしい絵が描いてあるね。これなら誰かが買っていくかもしれないね。スーパーファミコンのカセットは面白いやつもたくさんあるんだよ。これはジャンクでありながら550円もするぜ。これは競馬のソフトじゃない？他のやつはほとんどが110円だね。値札が見やすい位置に貼ってあるね。もっと親切なお店だと値札のない商品はみんな110円だぜ。それが一番合理的だよね。値札を貼る手間が省けるもんね。こっちにはパソコンゲームがあるね。奥に面白そうなのがあるぜ。これは競馬のゲームだね。これは消費税増税前からここにあるんだね。これはフロッピーの値段だと思うと安いよね。今はもうフロッピーは売ってないんだぜ。このお馬さんのお肉は美味しそうだね。このお馬さんは美味しい馬刺しになるんじゃない。これは大人気の A 列車で行こうだね。人気のソフトがたったの330円だぜ。しかも5インチのフロッピーだから希少だね。これを買って行こうかと思ったら中身は入ってなかったんだよ。箱と説明書の値段だったのかよ。これは残念無念。ご視聴ありがとうございました。